て、あとこれから街を散策しましょう。今日夕方4時頃の新幹線で東京へ帰る予定なので、まだまだ時間があります。ああ、ここは昨日の夜食事をした場所です。また昼間だとちょっと違った感じですよね。ああ、いいね。さあ、この中庭にたくさん木が植えられていて、とても目に優しい空間。なんかあの梁も木を使ってますね。上はホテルですね。ホテルと商業施設が同じ場所にある。商業、ホテルの下に商業施設がありますね。今青信号になったので渡っています。もう信号、実際の色は緑だけど青信号と言います。さあ、この右手側に京都国際漫画ミュージアム。こんな建物があるの知らなかった。あ、カフェもある。前田コーヒー。アイスコーヒー飲みたいけど、ちょっと実は行きたいカフェがあるから、ここはちょっと我慢しましょう。なんか学校みたいね。もともと学校だったのかな。わあ、全部鬼とか妖怪ですね。面白い。キツネ、これは何だろう、皆さん知ってますか。スザクモンの鬼。面白い、コインロッカーがこんな風になってるなんて。さっき あのコインロッカーの絵ですけど、全部妖怪とか幽霊とかそういうものの絵が描かれてましたよね。日本では毎年夏頃、特に8月ぐらいになると、怪談話関連のイベントとか番組が多くなります。怪談話というのは幽霊とか妖怪などの怖い話をすることです。怪談と言います。怪談話が多くなりますね。理由の一つは、8月はお盆の時期で、お盆は亡くなった人がこの世に一旦帰ってくる時期ですね。それも理由の一つかもしれません。あともう一つ、ちょっと面白い言い方があって、怖い話をするとちょっと寒くなる、涼しくなるという言い方があります。日本の夏は非常に暑いですから、その暑い時に怖い話を聞いてちょっと涼しくなるというね、そういう言い方もあります。どうですか、皆さんの国ではそういう言い方はありますか。怖い話をしたら涼しくなる、どうでしょうね。あとここをまっすぐ行けば目的のカフェがあるはずです。クラスという名前のカフェで、私のね、香港の生徒が教えてくれたんですけど、すごく美味しいらしいんです。ちょっと暑いからアイスコーヒーでも飲みたいな。あ、左もなんか素敵な、何のお店だろう。食器のお店かな。あ、トトロ、かわいい。ティーハウス10円。何でも閉まってるけど、良さそうなお店ですね。ここはなんかすごく歴史がありそうな家具のお店。
あ、でも基本は住宅かな。住宅で一部ちょっとお店があるというような、そういう通りです。あ、これは、British Railways アンティーク、あー、アンティークショップ、へー、ここもカフェですね。わー、島の木コーヒー、んー、このお店の外観とても素敵ですね。工事をしてる。こうやって新しく建てる場合もやっぱりちょっとこう町屋風、京都の雰囲気を残す感じにしているのがいいですね。どこかな、この通りにあるはずなんだけど、あ、ありました、クラスコーヒー。こんにちは。営業されてますか？やってます。あ、大丈夫ですか？良かったです。これだけはホット専用で、あとはアイスもできますか？はい、ここに乗ってて、500円でお出ししてるんですけど、もし1杯1杯ドリップがいいっていう感じだったら、このカキの値段でも。あ、なるほど、分かりました。じゃあこれで、このコロンビアの、はい、これでお願いします。今、アルモンケーキ、冷えてるアルモンケーキとか、はい、マンゴーのチーズケーキもある。わー、美味しそう。はい、でもちょっとご飯食べてきたばっかりで、はい、ありがとうございます。クレジットでも大丈夫ですか？ここ、香港の知り合いに教えてもらって、すごく京都にいいコーヒー屋さんあるよって言って教えてます。あ、はい、そうなんです。海外にも店舗がありますか？そうですね。シンガポールとバンコクとインドネシア、ジャカルタもオープンして。あ、そうなんですね。あ、オープンしたばっかりですか？ジャカルタ。ジャカルタオープンしたばっかりです。国内は京都だけですか？京都だけです。あ、そうなんです。いただきます。うん、美味しい。京都御苑に着きました。中を散策しましょう。天気がね、多分3時ぐらいから雨が降るという予報なので、その前に京都駅まで戻りたいです。地図を確認しましょう。今はここ、ここは会員の宮邸跡、入館無料。ちょっと入ってみましょう。わあ、立派な松の木。あ、これ中に入れるのかな。はい、様々な展示がありました。ちょっと残念ながら、建物の中は SNS に投稿してはいけないということだったのでお見せできないんですが、かつて、天皇家の人々が使っていた食器とか、また宮中の儀式の様子、それから、かつての平安時代の町の様子から、現代までの移り変わりなどの展示がありました。それにしても広い敷地ですね。先の方がもう見えないですよ。あ、かつてここは
まあ、生活の場だったわけで、きっと当時はね、多くの人々が行き交っていたのかなと思います。わあ、立派な松の木、赤松かな。十字路に出ましたよ。左は奥の方に神社のような建物が見えます。そして右はまだ敷地が続いてる。広いな。大きい立派なカラス、いいものを食べてるね。まあ、日本の神話にはヤタガラスという、かつて天皇を助けたカラスがいます。まあ、そのため神社とかまたいろいろな団体がこのヤタガラスをロゴとして使うことがあります。まあ、このカラスは普通のカラスだね。はい、では私はもう少しこの京都御所を散策して、それから東京へ戻ります。では今日の動画はここまでで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。